渡辺淳子は日本の女性モデルで元レースクイーン。栃木県宇都宮市出身。プリッツコーポレーション所属。愛称は鍋淳。高校卒業後、アパレルメーカーに勤務し、婦人服のデザインなどをしていたが、退社後の2008年に知人の紹介でモデルイベントコンパニオンの仕事を始める。富士スピードウェイのイメージがあるクレインズの2012年度メンバーを経て、 ベースクイーンとしての活動を本格化する。モデル業の傍ら、ダンスユニット、モデアに、ジュノとして参加している。2015年8月21日、東京オートサロンのイメージがある A クラスの2016年度メンバーに選ばれた。開催期間中の2016年1月17日に29歳の誕生日を迎えることとなり、歴代の A クラスとしては最年長記録だったが、 その後2020年9月に行われた2021年度メンバーのセレクションにより同年度の A クラスに選ばれた林桜に最年長記録の座を明け渡している。その後レースクイーンを卒業してモデル業がメインとなり雑誌ゴルフトゥデーのイメージガールにあたる GT バーディーズとしての活動のほか、 日本レースクイーン大賞では2016年から3年連続で表彰式のオフィシャル MC を務めていた。また2017年4月3日から ZF モータースポーツアンバサダーに就任し、2018年も継続。2019年9月4日、ラジオ番組キバブリーズにおいて結婚、妊娠を発表した。産休に伴い、 先日の日本デスクイーン大賞受賞式の司会は、スイソンリアと安藤博樹が引き継いだ。その後出産を経て、2020年8月26日放送のキバブリーズで1年ぶりにラジオ復帰し、同9月23日のギャルパラ TV 東京オートサロン2021イメージガール A クラスセレクションファイナリスト PR 製放送 MC で、 配信番組への復帰を果たした。モデルエージェンシーの、モーディアとは別物。グッドライド日本デスクイーン大賞2019、受賞式2020年1月11日、幕張メッセピカチュウ大量発生中。2019初めて行ってみたら、YouTube 2020年12月28日閲覧。ゴルフトゥデイ GT バーディーズ。 東京オートサロン2015渡辺純子 YouTube 2020年12月28日閲覧 TGS 2018モンスターハンターフロンティア Z スペシャルステージ YouTube 2020年12月28日閲覧モデア CP2017 会場レポから YouTube 2020年12月28日閲覧ありがとうございます